ピークさん、ピークさん、ピークさん、ファルコルコは脊髄液を飲んで敵兵約300と共に収容されています。それ以外の敵兵は今ここに500ほど、ジークは不在のようです。敵が行使する可能性は分かりません。しかし始祖の力が彼らの切り札であることは間違いありません。未だその切り札を切らないのであれば、エレンはまだ始祖の力を発動できる状態にないのだと思われます。マーレから撤退する飛行船の中でジークがそう話しているのを聞きました。彼の特別な力に根拠があるとすれば、それが事実なのではないでしょうか。始祖の力が使えない理由がジークの不在と関係があるなら、エレンとジークを接触させてはなりません。今ここで始祖を喰らい、2000年の遺恨に終止符を打つ。お見事です、マガト隊長。元帥だ。よもや一番まともな砲手が最高指揮官になるとは、マーレ軍も落ちるところまで落ちたものだ。やつに力を使わせる。戦鎚の力は強力だが、すぐに力を使い果たす。